チームメートの後輩を殴って無期限定出場停止を食らった選手が他チームに移籍した翌日に試合に出るの甘いなと思うんですが、ヒくさん、どう思われますかなんかあのか、巨人に移籍した人がなんか活躍してどうこうって話ですね。僕、あのその話全然知らないんですけど、あの、何が問題か僕、分かってないんですよね。あのその要はあのののそは そのチームで無期限停止であって、他のチームに行ったら問題ないよねっていうのであれば、それルール上問題ない行為になると思うんですよね。で、その本来人殴ったから良くないよねっていうのであれば、それは僕刑事事件にするべきだと思うんですよ。要はその本来人殴ったのに刑事事件にならないで許されたっていう、その最初のところが僕まず間違ってると思うんですよ。 ではそのあの日本の学校であるんですけど、例えば他人を殴りましたとか、人の服破りましたとか、なんかその脅してお金を取りましたとか、脅してその子が持ってるゲーム機を奪いましたっていう犯罪行為が、なぜかその学校の中だといじめというキーワードにくくられて、犯罪として捜査もされないし、やった側が罰も受けないし、なんか親御さんがたまに呼ばれて説明したりして終わりっていう謎の風習があるんですよ。 でまあ、この事件詳しくないですけどその人を殴ったのが事実であればもうそれは僕は傷害罪としてちゃんと警察が動くべきだと思うんですよね。 なんかそれをやりませんでしたで犯罪としてその取り上げることもなくなんか内々で解決しました。でもう内々ちちで解決した中でうちうちの解決の中では他のチームに行った場合にあの別にプレイして OK ですってルールですっていうので「ああそうなんだへーっていうだけで何が悪いって最初に殴った刑法を放置その要は刑法犯なわけじゃないですかあの人を殴りましたっていうのが。なのでそれに対しての罪を咎めないというそこの,その組織、まあ、それがいじめだと学校だし。 で今回だとそのプロ野球のチームみたいなその内部の論理を法律より優先している。 っていうとこと自体が僕問題だと思うんですよ。で、その中で、そのなんかチームを移籍したら出場できるよねが良くないよねとかって、もうそのなんかその組織の中のルールがすでにその日本の法律から超越した状況になってるので、それと良い,い悪いとかじゃなくて、もしその善悪で考えるんだったら、まず最初の刑法犯を何とかしろよっていう話だと思うので、なんかその巨人に出ること自体が問題なのっていうのはよくわかんないですよね。 その出場停止にすれば人を殴っても OK っていうルールがまずまずいじゃないですか。だからなんかそこ攻めないで巨人に行って出場するのが悪いって「えいやいや待って待って」ってあの人殴っても OK ってルールのがまずいんじゃないのっていうふうに僕は思うんですけどなんでまあこれもねあの論点が違うって責められると思いますけどすいません。